はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますで、普段はビジネスショーをご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リストのリンクが貼ってありますのでよろしければご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの「天才は諦めた」というタイトルの本になりますでこれは、えっと、南海キャンディーズという、えーまあ、コンビで えーまあ、有名な山里亮太さんが書かれた本になります。で、えー、とちょっとなんでこの本を購入したかっていうのはあんまり覚えてないんですけれども確かその山ちゃんがですね、えー、とあの奥さんと結婚された。 時に、話題になったか何かで購入したんだと思います。ちょっと奥さんの名前をすいません、ね、失念してしまったんですけれども、えっ、ー、と、青い優さんですね、と結婚されて、えっ、ー、と、購入しました。確か。はい。で、えっ、ー、と、中身はですね、この山里さんの、えー、まあ、人生が、えー、まあ、 どういうふうに送られてきたかっていうのをあのご自身で書かれた本になるんですけれども、あのーまあ、結構あの印象に残るフレーズとかがたくさんありましたあのたくさんポストイットがつけてありますでちょっと細かい内容についてご紹介すると長くなってしまいますので、まあ、割愛しますけれども、えーまあ、印象に残った全体のストーリーを少しお話ししたいと思いますでまずですねその山里さんという方は、まあ、私は、えーとまあ、ある意味天才だと思っていました でこれタイトルに「天才は諦めた」っていうふうに書いてありますけれども、えー、まずそういうタイトルになってますけれどもあの私から見るとですねあれだけこう便が立って。 そして頭の回転が速いっていうのは、まあ、本当に素晴らしい才能だなというふうに思って、えー、まあテレビにこう出てこられた時から出てきた時からずっと思っていましたですが実はこの本を読んでみるとなかなかこそんなスムーズにいってるもんじゃないと、まあ、本人の中ではまあものすごい努力があって、えー、まあ,ああいう,う,んとこうキレのあるコメントができるようになっているんだなということを、えー、まああのー。 学びました学びましたというか、えーまあ、知りましたでえっ、ー、とまあ南海キャンディーズの山ちゃんと,、えー、としずちゃんはあの仲が悪いっていうこともある程度有名でして、まあ、私もどこかでそんなこと聞いたことがあったんですけれどもじゃどれぐらい仲が悪いかっていうこともまあ正直言って山ちゃんがもう本当にひどいことを言ったりしているって っていうこともまあ率直に書かれていて、いやもうこの人最低だなって思うような場面もありました。でもそこで諦めずに自分がやりたいと思うことを、えー、まあこううーんとにかくそれは諦めずにやり続ける、やり抜くっていうまあ信念みたいなものが、えー、まあすごく感じられてですね。それがまあ普段のあの鋭いコメントであったりとか、えー、まあちょっとあえて言うとこう必死さ アグレッシブさみたいなものにつながっているのかなということが、えー、まあ印象に残った本でした。あのー、この裏表紙にも書いてあるんですけども、自分は天才じゃないと、そう悟った日から地獄のような努力が始まった。 嫉妬の化け物南海キャンディーズ山里亮太は日々の悔しさを燃料に今日も爆走するというふうに書いてありますあのー、まあ内容は非常にそんな感じでですねあの今お話したような内容だったんですけども何かこう自分も努力しなきゃいけないなあのテレビに出てる人っていうのはもともとそうだったんじゃないんだなということをまあ改めて感じさせてくれるような本でしたはい今日は以上になりますもしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いしますそれでは